緊急です。今回の東京都知事選挙は日本の命運がかかってるって聞きましたけど、これ本当ですか？それ本当で、今回当選する人次第では日本国民が今よりもっと苦しい生活になるかもしれないんだよ。日本国民がですか？そう、東京では今地下鉄、水道の株を外資に売られそうになっているのは有名な話なんだけど、実はこれ成立すると東京の利益が外国人のものになってしまうんだよ。どういうことですか？外資って外国の会社だから、東京の地下鉄、水道で得られた利益は外国の株主に吸い上げられ続けるんだ。株式会社は株主に利益を配当する仕組みだからね。なるほど。水道はまだ都営だけど、昔は地下鉄も国営企業だった。僕ら東京都民のご先祖様たちが毎日必死に汗水垂らして働いた。そして納め続けた税金を使って僕たちの大事な命に関わるインフラを一生懸命作り上げてきたんだ。完成したところで外国に持っていかれるってどう思う？しかも持っていかれたらもう返してくれないんだよ。それは絶対に許せないですね。僕もそう思います。でもね、都知事が変われば止められるかもしれないんだ。で、これも覚えておいてほしいんだけど、東京で得られた税金は地方のためにも使われるんだ。そして地方からは食料や材料も入ってくる。東京と地方は協力関係っていうわけだね。その東京で生まれた利益を外国に吸い上げられたら地方にも大きな影響が出るんだ。でもね、今回はそれを容認している候補者が多すぎる。だからこそこの東京都知事選でこの大事なインフラを外資へ売ることに反対する人に投票して東京都知事にしなきゃいけないんだ。なるほど。でもそれを反対している候補者はいるんですか？そうだね、僕が見ている限り内海悟さんは当てはまるね。内海先生は吉野先生と一緒で10年以上同じことを訴え続けてきた人だよ。小池さん、蓮舫さん、石丸さんをはじめとする候補者はこの問題に対して容認している。ワクチンも推奨してるし、移民問題も容認している。小池さんに至っては前回の選挙で掲げた大きい公約は残業ゼロ、通勤時に満員電車をゼロにするため山手線を2階にする、築地も豊洲も両方生かす、食のテーマパークを作る、これのうちどれも実現してないし進捗もゼロ。確かに何も実現してないですね。でしょ？この結果を見て信じられなくなった人、選挙に行かなくなった人たくさんいるんじゃないかな。もう選挙行っても何も良くならない、そう諦めてしまった人がたくさんいるんじゃないかな。だって口だけだもん。僕も諦めかけた一人だった。候補者を選ぶ上で忘れちゃいけない大事なことは、過去に何をしてきた人なのか、どことつながっている人なのか、何を推奨している人なのか、これをしっかり理解して判断する必要があります。だってそうでしょ、今まで言ってることとやってることが違う人は絶対同じことを繰り返すよね。学歴や国籍を偽ってきた人はまた嘘をつくよね。都民、国民の利益よりまた一部の人の利益を優先していくよね。そう思わない？間違いないです。そうだよね、感情に響いたから選ぶのは間違いではない。だけど日本にはいろんな問題がある。候補者それぞれがそれらの問題一つ一つどう解決したいのかっていうことを整理して判断した方がいいよ。幸いにも今はテレビでは全く知ることができない一部の人間に都合の悪い真実もネットや SNS を通じて知ることができる世の中。何を言ってきた人なのか、何をやってきた人なのか調べることができるよ。ただ SNS では影響力のある人が本当のことを発信すると動画が消去されてしまう。僕も今まで本当のことを発信しすぎて何度も何度もバンを経験してきました。え？そうなんですか？そう、だから一般の人が真実を知ることは簡単じゃない。でもね、今のこの転換期こそ自分ごととして自分の子供や子孫のためにしっかり調べて自分たちで選択していこうよ。さっきも言ったけど、内海先生は10年以上前から同じことを言い続けてきた人なんだ。他にも同じことを言う候補者がいるかもしれないから、みんなも一度自分で調べてみてほしい。ちなみにテレビでよく取り上げられる人はほぼ全滅だった。
今は選挙に行かない人が多いけど、目覚めた人はものすごく増えてきた。だってこのままじゃ日本が食い物にされて本当に終わっちゃうから。だからこそ選挙に行こう。もうこれ以上僕たちの東京を、日本を好き勝手にさせちゃいけない。